どうも皆さんこんにちは、着バスです。今私はですねアメリカハワイに来ております。ちょっとねハワイの動画はまだ1本も出てないわけなんですけども、いや今日はですねなんととうとう来てしまいましたということで、ユナイテッド航空のねマイレージプラス必要マイル数がですね大幅にアップいたしましたということで、今回ねユナイテッド航空の解約がねとうとう来てしまいましたということで、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということでちょっとね今回の動画は短くなってしまうと思うんですけども、ユナイテッド航空のマイルね、私の中で多分一番今おすすめさせていただいているのがユナイテッド航空のマイレージプラスなんですよね。というのもユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのはアメリカ本土のね必要マイル数、まあエコノミークラスにはなってしまうんですけども、まあ、そんなに多くないで、またね一番大きいのは燃油サーチャージがかからないということで、まあ、非常にお勧めさせていただいてたんですよね。まあ、今回ね東京からハワイ路線ね利用させていただいたわけなんですけども、まあ、片道ね最安27,500マイルでこの東京ハワイ間っていうのは利用することができます。で行きに関してはですね羽田の航空使用税が結構高くて、まあ、1万円ちょっとぐらいかかっちゃうんですけども、まあ、帰りはねほとんどかからず、まあ、1000円ぐらいだと数ドルでね利用できたと思うんですけども、まあ、そのぐらいねお得に利用することができるんですよね。でまあそういった感じで非常にねユナイテッド航空のマイルっていうのはおすすめさせてねいただいておりまして、またね直前発券でもね底値で、まあ、必要マイル数ねそんなに上がらずね利用することができるということで、まあ、非常におすすめさせていただいたわけなんですけども、先日ねユナイテッド航空のマイル必要マイル数がねとうとうアップしてしまいました。ちょっと前にですね私の動画のねちょっと細かい話ということでまとめてね紹介させた中で、まあ、話したと思うんですけども、もともとね2、3週間前ぐらいにアメリカからヨーロッパ路線の必要マイル数がね非常にアップしたんですよね。まあ最大で1万マイルぐらい上がったんですよ。まあ、ですんで、まあ、もしかしたらね東京、まあ、アメリカからね東京路線もね必要マイル数ねアップするのではないのかななんていうふうにちょっと予想はしてたんですけども、まあ、今回ねとうとう現実になってしまって、またね必要マイル数の引き上げ方もね結構多くなってしまってですね、ちょっと今後はね東京アメリカ間っていうのはですねこのユナイテッド航空のマイルではちょっと利用しづらくなってしまいましたがね、まあ、今までお得すぎたっていうのもあるんですけども、まあ、今後はですねかなり必要マイル数がね上がってしまいます。で必要マイル数のね推移なんですけども、この東京ハワイ間っていうのは今まで最安、まあオフシーズンにはなりますけども、最安27,500マイルで東京ハワイ間利用することができました。本当にね数日前まで私検索した時にねこのマイル数で出てきてたわけなんですけども、今ね東京ハワイ間検索していただくとですね、47,500マイルということで本当に、倍近くね必要マイル数上がってしまったんですよね。しかもこれがセーバー特典、まあ一番お得な路線必要マイル数で、またね換算期でもこのマイル数っていう風になりますんで、まあおそらくね7月とか8月とかねそのぐらい発見してしまうと多分ねもっと高い、まあ、7、8万マイルエコノミークラスでね、かかってきてしまうっていう風になるんですよね。まあ、これがハワイ間ですね。でアメリカ本土路線なんですけども、まあ、今まではですね3万2500マイルで利用することができてたわけなんですけども、まあ、今後はですね、5万マイルからということで、本当にね高い費用だとね10万マイルとかにもついてましたんで、これはね非常に残念でしたね。今まで3万2500マイルだったのが5万マイルということで、まあ大体1万8000マイルぐらいね必要マイル数上がってしまったっていう感じですよね。でまたねグアム路線、これもね結構人気だったんですよね、必要マイル数が少なくて。こちらもですね残念ながら1万5000マイルだったわけなんですけども、ちょこちょこ検索させていただいた感じだと、まあ、最安21,900マイル、まあそこまでねここは必要マイル数としてはねそこまで大幅アップではないんですけども、まあ1万5000マイルでね利用できてたわけなんですけども、残念ながらね6000、7000マイルくらいか、増えてしまったっていった形になるんですよね。ですのでまあ日本路線に関してはですねもう全体的に必要マイル数ね上がっているっていう風になりますんで、まあ今までのね必要マイル数では残念ながらねこのユナイテッド航空のマイルで利用することができないっていう風になりますんで、いやーちょっとね残念ですね。ユナイテッド航空のマイルっていうのはマリオットボンボイポイントから今年の何月だったか3月ぐらいからレートがアップしたんですよね。
これがね非常に大きかったんですよね。今6万ポイントを交換すると、もともとねマリオットとユナイテッド航空っていうのは独自の提携組んでますんで、2万5000ではなくて2万7500マイルで交換できてたところが、さらにアップして6万ポイントで3万マイルになってたんですよね。いやこれめちゃくちゃいいなっていうふうに思っていたわけなんですけども、まあ、そんな矢先でですね、今回ね必要マイル数がね非常に上がってしまいました。で気になるね国内線についてなんですけども、こちらは現時点においてはですね、ユナイテッド航空のマイルっていうのは ANA のね国内特典航空券が抑えることができますよね。こちらに関しては今のところ変わっておりません。ですので今もね片道5500マイルから発券することができるんですけども、まあ、先ほども言った通りですね、この解約っていうのはですね、ヨーロッパ路線、アメリカからヨーロッパがですねちょうど3週間とか2週間前ぐらいに導入されたんですよね。それで今回ね日本路線が変更になっておりますので、もしかしたらですね日本国内のね必要マイル数っていうのも、まあ、ここ1週間2週間でですねもしかしたら上がってしまうかもしれませんので、まあ、この点はね覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。正直ですねこちらも来てしまうんじゃないかなって私はね思ってるんですよね。必要マイル数のね上がり方が結構えげつないですよね。今まで3万2500マイルだったアメリカ本土路線が今5万マイルからっていうふうになっておりますんで、めちゃめちゃ高いですよね。ってなると国内線がね今5500マイルで発券できているっていうのは奇跡に近い感じがねちょっとしてしまうかななんていうふうに思いますので、まあもしね利用される方はですねできるだけね早く発券ねしといていただければなと思います。私もですね本当に2週間前ぐらいにこのね東京ハワイ路線ね抑えて、その1週間後に帰りの路線も抑えて、まあ、行きも帰りもね3万3000マイルでこの東京ハワイ間利用することができたんですけども、これもですね発券しといて本当に良かったんですよね。早くだから本当にちょっと遅かったらですねもう同じマイルでねこの路線利用できなかったみたいな、まあ、そういった感じにもなりますんで、発券済みであればですね新しい必要マイル数っていうのは適用されませんので、これがもしね私が変更とかかけるとしますよね。そうすると新しい必要マイル数適用になってくるっていう風になりますんで、まあ、もしね利用される予定のある方はですねひとまず国内の ANA 特典航空券に関しては必要マイル数変わっておりませんので、できるだけね早く発券しておいていただければななんていう風に思います。いやーねー非常に残念ですね。ということで今後はですねユナイテッド航空のマイルで、まあ、東京アメリカ本土っていうのはねなかなか厳しい感じになりますかね。まあアメリカ本土に関してはですねアラスカ航空がまだ3万5000マイルでエコノミークラスね、アメリカン航空とかまたJAL とかもね発券することができるっていう風になりますんで、まあそうなってくるとそっちの方がお得になっちゃいますかね。ですんでまあちょっとね交換レートは高いわけなんですけども、必要マイル数も上がってしまったっていう風になりますんで、まあこれはもう本当にねどこを選ぶかっていう感じにはなりますけども、本当にここ1年でねアラスカ航空1回解約になりましたけども、また今後はねアラスカ航空になってきてしまいますかね。はい、まあ、アラスカあとエアカナダとかも同じマイル数になると思うんですけども、やはりね燃油サーチャージがね一番安いってなると、まあ、アラスカ航空になりますかね。まあ、ちょっとねここら辺に関してはまたね改めて動画ね撮りたいと思いますので、この点はちょっとね楽しみにしておいていただければななんていうふうに思うんですけども、ひとまずねユナイテッド航空のマイルはですね残念ながら解約が来てしまいましたので、この点皆さん覚えておいていただければなと思います。いやね非常に残念ですね。いや本当に今回ね東京ハワイねユナイテッド航空で来たんですけども、もう同じ必要マイル数でね来れないって考えると非常に悲しいですね。いやー残念ですね。はい、ということで今回の動画ねちょっと簡単になってしまったんですけども、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。